歩き出せ、歩き出せ、イメージから出せなければ、いつ時から出すんだよと、グワガタ行くぜ行くぜ、グワガタ、グワガタ行くぜ行くぜ、グワガタ、その日で乗る人が、乗る人っていうかさ、人の数割と全然違くてさ、あの何曜だから多いとかさ、そういうことでもないっぽいんですよ。まあさすがに土曜はね、土曜はやたら人が多いの、少ないかと思ったら土曜は人が多い。なんでっつったらさ、なんか子供っていうか学生っていうかその中学生、なんか高校生が多いのかな、なんかがあの練習試合みたいな、部活の練習試合みたいなので、あの電車使って朝7時頃の電車使ってどっか行くらしいんだ。だから土曜になると毎週土曜どっかの学校がねザラザラって入ってきて、ね、割と混み合ったりするっていう感じはあるんですけどね。で今日なんかはすごい人少なくて、なんだろうと思って、多分1個にはあの梅雨明けたから天気良くなったんで電車乗る必要ないみたいなことがあるのかなってちょっと思うと、よくわかんない、理由はよくわかんないんだけど、雨だと電車にしとけみたいな、雨降ってないからけど電車じゃない、電車じゃなくてもいいやみたいなことあるのかな。まあ自転車より、自転車で長い距離だけどお金もったいないから自転車で行ってるけど、今日は電車だと困るのかな、もうないよ、自動車だと混むから電車だみたいなことも雨だとね、あんのかな、よくわかんないですけど、雨の日ほど混んでる印象が あるんですよね。ちょっと不思議。まあ夏休み入ったから今日あたりはね少ないってことはまああるんでしょうけど、でもまああの空いてるに越したこと、俺個人的にはね、越したことはないんですが、まあ、空いてるのはいいなと思って椅子にも座れるしと思ってさ、でさ座るんだけど、なんだろう、あの長辺があるじゃん、短辺があって、椅子のね短い椅子と長い椅子と短い椅子のこう3部構成になってて、対面して6個ベンチみたいになってさ、短い長いのの真ん中、電車の車両のど真ん中はちょっと座れないんですよ。降りる時に混雑すると面倒だから、さすがにそのど真ん中乗るとね、降りる時ちょっと面倒なんで、どうせ待ってれば、全部椅子待ってたとしても乗ったところで2、3駅待ってれば大抵どっかしら空くんで、慌てて真ん中あたり座らなくても、まあ、端っこの方、端っていうか、ドアに、扉に近い方、降りる扉に近いあたりを狙って、しばらく2、3駅待ってれば座れるんで、慌てて真ん中には座らないっていう、あのさ、まあ基本空いてるんですけど、基本電車空いてるんだけど、俺が、まあ、40分ぐらい電車揺られて仕事行くのにね、で降りる駅っていうのがあるんだけど、その一つ手前から概ね空いてんだけど、俺の降りる一個手前ですっげー乗ってくる、どうやって乗ってくるんだよね。だからまあ、あの俺がなんか油断してる、最初の頃よくわかんないから、油断して真ん中座ってたらさ、ダーッて乗ってきてさ僕降りれないと思って、かきわきかきわき降りたら最初の頃しましたけど、そこに、そこさっきまで俺のこと、ツーツーって扉が出る通路、さっきまでツーって開いてたとこ、お前カバンからか置いて占拠するじゃねえかよ、思ったりしてね、困ったもんですけどね余計なお世話ですけど、なかなかね、あの電車混んでなくていいんですけど、だから俺が降りる駅の前で混むのはやめたし、これが今日の決